グランツーリスモは以前から全日本 GT 選手権をサポートしてきた。そのサポートブースでグランツーリスモのフィロソフィーや夢を表現できるデモカーを展示しようということになった時、協力してくれたのがニスモだった。そしてニスモが保有していた研究開発用 R34 型スカイライン GTR をベースに作られたのがこの車である。ベース車両はニスモの S チューンメニューが施されたストリート仕様。街乗りをメインに想定し、ワインディング走行の楽しさを追求する S チューンシリーズのパーツでセットアップされている。エンジンの仕様は吸排気チューンを施してコンピューターを書き換えたスポーツリセッティングと呼ばれるもの。サスペンションは通常走行の乗り心地や扱いやすさを重視したノーマル形状タイプを装着している。エアロパーツもフロントバンパー、サイドスカート、GT ディフューザーフィンセットなどニスモのものを一通り装着。スリップが入ったボンネットだけは R チューンのパーツだ。一方、カラーリングを担当したのはグランツーリスモである。ボディは水平イメージを基調としており、白、赤、黒の3色で塗り分けられている。その中に GT のロゴが大胆なシルバーで組み合わされるという具合だ。このグランツーリスモ GTR はグランツーリスモコンセプトからゲーム中にも収録され、プレゼントカーのほかルーフに回転灯をつけたペースカーとしても登場。モデルカーにまでなった人気の高いマシンである。